松下昇は、日本の大学教員。1960年代末から1970年代にかけての大学闘争の課中、学生たちの側に立ったいわゆる造反教官として、マスコミや文化的領域で盛んに取り上げられた。1969年2月、状況への発言を掲示し、旧大学秩序維持に役立つ授業、試験を放棄した。 1970年10月神戸大学の懲戒免職処分の後、強いられた生活様式状態を基本として、この段階の共有と、そこからの解放の試み自体を生活手段として生きること、この試みを許容しない力や制度と持続的に戦うこと、この戦いに参加する人やテーマを拡大していくこと自体を生涯の課題として表現し続けた。 長崎県に生まれたが、間もなく、奈良県へ移転する。東京大学在学中の1959年、共産主義者同盟に加盟した。1960年、6.15国会突入に、参加。1963年、大学院人文科学研究科読文、専攻修士課程を修了する。神戸大学教養学部に講師として勤務。翌年結婚する。 1965年から1966年に、かけ、吉本隆明が主催する雑誌、思考に、六項一から五章を連載。最終部に、不安をこの世界に進化拡大することによって告発し、選挙する、関係としての原告団を作ろう。という呼びかけがあり、最終行は、私たちの出会う戦いが、六項第六章イコール終章を表現することである。となっている。 三文詩あるいは断召集といった文学的形式を取りながら、あえてアジテーションであるかのように、読者との直接的出会いを呼びかけている。この逆説を生きたのが彼の生涯だった、と言ってよい。作品、六行は、美しい六行の風景の中でまどろんでいたい事故に、対する告発のインナースペースにおける展開だった。それは、テーマとして、インナースペースに止まることはできず、 関係としての原告団を現実空間に生み出そうとするものとなる。三年後事故の無意識の不安による告発表現であった全共闘運動と出会った時、当然にも関係としての原告団は現実化するに至る。事故の無意識と状況との偶然の出会いによる盛り上がりといった性格が強く、華々しい盛り上がりが去った後は一部の政治青年を除き運動を持続できなかったのが、 全共闘運動だった。松下の場合は、事故の展開が先にあり、関係としての原告団が現実化したものなので、周囲の盛り上がり盛り下がりには、無関係にテーマを追求、展開していけた。松下は1970年5月に、学内の事件を名目とする、刑事事件の被告人として起訴された。同年10月には、神戸大学から、懲戒免職処分を受けた。 教授会欠席、授業や試験の拒否、全員に0点をつけたこと、落書きなど松下の表現それ自体が処分理由になっている。同11月、人事院に審理請求。これについて松下は、いくつかの国立大学の処分を全国レベルで、統一的に問題化することと、任意の参加者が、制限なしに非処分者と同等の訴訟行為の可能な代理人になれるという規定を、 最大限に応用することであり、処分の取り消しは、中心目標ではなかった。と述べている。処分に対して、処分撤回を求めることは、相手の設定した地平に乗ってしまうことであり、失敗である。そうではなく、相手と自分にとって、新しい地平を創造し続けることができれば、相手も対応に苦慮するし、自分も楽しい。そのように松下は戦い続けた。 1971年5月に国が提起した A430 研究室明渡し請求事件への応答から始まる裁判軍。1983年7月、国から松下ら5名への A367 資料室の専有移転禁止の仮処分を求めたのに、始まる兄弟 A367 資料室をめぐる奇妙な裁判軍、裁判過程での監知や暴力事件に対する、 裁判など多くの裁判を舞台にして、松下は表現活動を行った。1989年1月に概念集1を出してから、1996年5月4の直前に刊行された概念集別冊にいら戦状況論まで14冊。松下は概念集というタイトルのパンフを執筆、刊行し続けた。例えば全共闘運動について、 松下は自分にとっての必然的な課題と状況にとっての必然的な課題を対等の条件で共闘させることという規定を与える。全共闘運動を知らない読者に対してもそれらの本質を経験ないし思考を媒介して言葉によって伝えていくことができるはずだと松下は考えたのだ。それは辞書ないし作品を意図したものではない。 現在の思想状況の相対の鍵になるような概念を選び出し、私たちが置かれている偏差を対象化していくことを目的としたものである。単に概念の解説ではなく、ある概念の生成してくる根拠や回路を共有する、度合いで了解し得る言葉で表現しなければならないし、しかも、遥かな維持、空間にいる、全く予備知識のない、私が了解し得る言葉で、 表現しなければならないという趣旨で書かれている。ありがとうございます。